皆様こんにちはお金の研究所です。今回の動画はエンタメ世界首位へ下落止まらないソニー株というテーマでお話しさせていただきます。本日もよろしくお願いいたします。まずこれは日経新聞から引っ張ってきたソニーの時価総額や売上高の推移ですが専門家によれば売上や利益の上昇に伴って2026年には時価総額25兆円に到達すると予想されております。 もちろん当たるかどうかの保証はありませんが、現状の時価総額が14兆円程度ですので、現状の株価からは2年程度で約1.8倍に伸びると予想されております。 そしてソニーの時価総額が25兆円まで伸びるとどうなるかといいますと、エンタメ業界での世界主位はネットフリックスであり、2位がディズニーですが、現状のディズニーの時価総額が24兆円ほどですので、世界第2位まで上り詰めることになり、エンタメ業界での世界主位も夢ではないところまで到達することになります。 一方でソニーの株価はと言いますと今年の年始から難聴な展開を見せており年始の高値からは23%程度下落しており時価総額で言えば3兆円程度吹き飛んでいる状態となっておりますただもう少し引いて2009年頃からのソニーの株価チャートを見れば2012年頃の株価は800円ぐらいでしたので現状の株価は10倍以上となっております そしてソニーについて昔から知っている方ならば1979年に発売したウォークマンの印象が強い方もいらっしゃるかもしれませんがその後は海外の音楽事業への参入を皮切りにエンタメ事業に乗り出し映画事業ゲーム事業などにどんどん参入してそして2000年に入ってから銀行業や電気自動車事業などに参入しておりどんどん新たな業態に乗り出しております。 そしてソニーの売上高構成比も業態の変化とともにここ10年で大きく様変わりしておりまして2012年ぐらいはテレビやスマホカメラなどのエレクトロニクス事業がソニーの売上の半分以上を占めてソニーを牽引しておりましたが2022年にはゲーム音楽映画などのエンターテイメントが56%を占めるまで成長しておりいわゆるエレキからエンタメに大きくシフトしている状態となっております そしてそうなってております。そしてなぜソニーが音楽に強いかと言いますとソニーは音楽の権利や歌手契約などの資産が8,000億円程度ありストリーミング市場の成長を享受できている状態となっております。 そして体感的に実感できる方もいらっしゃるかもしれませんが、昔は音楽サービスといえばほぼ CD だったと思いますが、現状で言いますとだいぶ CD は絶滅危惧種になってきておりまして、代わりにこのようにストリーミング市場である配信サービスが7割を占めるまでに成長しております。そしてこのような配信サービスについて音楽著作権ファンドが登場しております。 そして音楽著作権ファンドの仕組みはといいますと不動産リートに似ているものとなっており投資家から資金を募り不動産ではなく楽曲の著作権を取得して投資家への分配原資となる賃料に相当するのが著作権使用料ということになります配信サービスへと移行したことで継続的に使用料を徴収することができるようになったことからこのようなファンドも成立するようになってきております ひるがえてソニーについて言いますと、楽曲の権利などが8000億円分あり、不動産と違って固定資産税なども発生しませんから、かなり運用効率が良いことになると思います。ただ直近の株価の急落はアメリカのパラマウントに買収提案を行ったことがきっかけとなっており、日本円でおよそ4兆円の買収提案であると考えられていることから、財務面が心配されている状態となっております。 買収額4兆円と言いますと過去に武田薬品がシャイヤーを6兆円程度で買収したことがあるのですが日本ではその次となる2番目の規模となりますそしてちなみにパラマウントはどのような IP すなわち知的財産を持っているのかと言いますとこのような「ゴッドファーザー」や「フォレスト・ガンプ」など日本でも大ヒットしたタイトルを数多く保有しております ソニーは過去にコロンビアを買収してアラビアのロレンスなどの著名な IP を保有しておりますのでもしソニーがパラマウントを買収できればさらに強力な IP を得ることになります。 ただソニーがコロンビアを買収した際にはアメリカのニューズウィーク誌に日本企業はアメリカの魂を買ったと大々的に報じられて日米経済摩擦の火種となったことを記憶されている方もいらっしゃるかもしれません。折しも日本製鉄が US チールの買収に際して大統領が発言するなど政治的色彩を帯びてきた中ですのでソニーによるパラマウントの買収の話が進んでくればそんな話も出てくるかもしれません。 そして買収額4兆円はソニーの財務にとってもかなり重たいものであると思います。まず現状でソニーはどのぐらいの現金預金を持っているかと言いますと、これは直近の単身ですが、このように2兆円程度あります。 そして2023年3月末時点の有価証券報告書ではソニーは投資有価証券については220億円ほどしかなく買収額4兆円に対して流動性資産は現金と合わせても半分ほどにしかなりませんそしてソニーの自己資本比率は21%程度となっております 一方で利益剰余金は5.7兆円ほどありますがソニーは IP 関係の無形資産やのれんが4兆円ほどありますので流動性の高い資産はそれほど多くないと思います。 ただソニーは許し負債倍率が0.3倍程度であり実質的な許し負債に対してキャッシュフローが大きいため時間をかければ返していける体力はあると思いますが当時の武田薬品のようにしばらくの株価の低迷はありえるかもしれませんのでその点は気をつけた方が良いかもしれませんちなみにソニーの足元の業績を見ておきますと今季の予想は若干の凸凹はありますがほぼ横ばいといったところではないかと思います そして産級単体と3級までの累計を見ておきますと3級単体は好調ではあるものの3級までの累計はあまり調子の良い状態ではないように見えますが進捗率は83%程度あり過去の推移から見れば物足りないところですが3級時点で業績の情報修正を行っておりますので通期業績の達成については個人的には大丈夫ではないかと考えております ちなみに専門家は現状のソニーの株価をどのように見ているのかと言いますと、すべての専門家は現状の株価からは上を予想しており、平均や中央値で言えば4割前後上の株価を予想しております。以上から考えれば、パラマウンド買収による財務的な懸念もあり、しばらくは株価の難聴な展開も予想されますので、 投資するタイミングは難しいと思いますが、ソニーの今後のエンタメ関係の動きは面白いと思っておりますので、ソニーの将来性を信じられるのであれば、ウォッチしていっても良い銘柄かもしれません。ちなみに次の決算は5月14日となります。なお、ソニーは単元で投資する場合には、110万円程度必要になりますので、投資しづらいと考えている方もいらっしゃるかもしれません。 例えば SBI 証券や楽天証券では単元未満株取引ができリアルタイム取引でなければいずれの証券会社も取引で数量は無料となっております一株であれば1万円ぐらいから投資できますので比較的投資しやすいのではないかと思いますそれでは次回の予告です次回は NTT カムに関する動画をお届けできればと考えております NTT は5月10日の場中に決算発表があったのですが、このように今期の業績予想について利益面では大きめのマイナスを計上しており、5月10日の終わり値で3.3%ほど下落して取引を終えております。次回の動画では NTT 株の決算内容や今後について徹底解説させていただきたいと考えております。もし気になる方がいらっしゃいましたら、次回もぜひご覧ください。 それでは最後に少しだけご紹介させていただきます。お金の研究所ではメンバーシップを行っております。これまでたくさんの方にメンバー登録をいただきました。ご登録をいただいた皆様ありがとうございます。もしメンバーになっていただければ月1回メンバー用の動画を見ることができるというものになっております。これまではこのような動画をアップしております。もしご興味があればメンバーシップ登録をよろしくお願いいたします。 なお投資は自己責任にて行っていただきますようどうぞよろしくお願いいたしますご視聴ありがとうございました動画作成の励みになりますのでぜひチャンネル登録高評価メンバーシップよろしくお願いいたします本日は以上です